視聴者300人、あざわす。アンドロメダ実装ですね。どうもアイディアンス。セクサン6000のカミセス見せてみます。頑張ります。カズエンドさんち行かないの？いやー、ちょっとまだ予定ないっすね。気分を変えてヤシドです。ヤシやりたいんですけどね。ちょっと、あれだなぁ。デッキがわかんねえな、ヤシド。気分直しに納金。ヤンスヤンス。デッキ相談。マジか、俺、クリボッチだな。パーコー協会。ちょっと、これ、やらせてください、マジ。これやらせて。これ、招き使う。招き使うから、皆さん。もう僕のなけなしの招きネット使うから。あっと招き猫を使った途端おっとおっと、皆さん。誰も見てないかな、画面、もしかして。どうしかして。もしかして、みんなチャット欄見てる。皆さん、招き持ち込みましたよ。そう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 。僕も和田さんと一緒で、いいやつだったら儲けもんなんだけど、動画的にはセンスがいいのかな、みたいな感じですよ。いやー、頼む。これで肘爆弾とかついてたら笑うな。ちょっとゆっくりやります。練習して、この青徳を見ないで判断するっていう方法でいきます。もったいぶりましょう。あ、いいやつじゃない、いいやつじゃない、いいやつじゃない。いいやつじゃないよ、いいやつじゃないよ。お、3人です。さあこれ、なんだろう、夜当たり一番いらんなぁ、マジで。休むか。初期爆弾はないよ。いや、わかんないですよ。あるかもしれないですよ。昔ありましたけど、昔のパワーアップが。お監督。おこれも二択になりました。二択になりました、皆さん。二択になりましたよ。これはワンチャン。ワンチャンセンスが来ているかもしれない。頼む。ありがとう。ほら、来た、流れが来ている。ちょっとね、流れがね、もうあまりに悪かったんで、これそろそろ来るかな的な感じで招きを持ち込んでみました。チャンスはあるよ。頼む、スナック。内容。ちゃんとさっきのね、反省を生かして、僕はこの意気統合のお守りを一発目で買いますから。いいやつになりました。ときめきラブレター買えない。皆さん、ちゃんと流れが来ていますよ。リアル不眠症とか受ける。ははは。それ、ネモさんの青徳についてるわ。リアル不眠症。オッケーオッケー。いいやつつきました。よしか。ポカフェ。うん、いいですね。どうしよう。神楽坂行くか。カチューン取りますか。あ、カチューン取りますか、皆さん来た。カチューン取りますか。あれ ?16、16、16っていうことはモテモテくっそ。なんだよ。まあいいか。まあいいか。いやー、もうここまで来たら千丸でなんかバチッとしたの作って終わりみたいな感じの流れが良かったっすよ。まあまあまあ、ネモさんの引きはこんな程度ですよ。皆さん。申し訳ない。でもちょっと面白かったでしょ。っていうところでいいじゃないですか。これで2歳行ったでしょ。
そしてこれをモテ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 からのラブパワー。ちょっと金ないけどね。オッケー、ナイス。お金を作んないとやばい。ナイス神高。ミサ自己紹介の時点でバレててごめんなさい、見てなかったです。コメント欄の方ずっと見てました。白鳥、うわーこれちょっと光ってるから行きたいんだけど、しかも結構いい。白鳥は買って、うん、あとはちょっと待ちで。いいやつモテモテとかすげえ羨ましい。リア充する、確かに。やる気が下がります。アロマギフトないもん。これ使うか。よし。残念、でも面白かった。お、ナイス、告白。いいやつモテモテは幸せやけど、そこに世渡りうまい。上手ついた途端、いいやつじゃないわね。確かに。八方美時間。オッケー。これ結構評価いったんじゃない？あと青いくらいでしょ、多分。おっしゃ。これ、なかなか悪くない流れですね。テクニー以降に向けて、全員の評価と体力最大値がほぼ上に行きました。上に増えました。で、正論中。やべ、ネモさんの見てたらメンタル6で1万2000。やば。やばすぎるわ。みんな水やりの時間だよ。さすがの告白の速さ。水やり、行きます。安定の祝い。あとはタック。高校生の弱たり状況は何か鼻につく。結構体力回復ありますね。お金作らして。おー、いいよ。お金できた、お金できた。ガチャガチャ。浪費浪費。パースナック使って入れ替え待ちにしますか。オッケー。あと6日で PSR 券。おお、すごい。いいやつでモテモテなのが学生時代です。信頼と実績のようです。しゃあないっす。頼む。オッケー。あ、流れ来た。これは孫をことなき流れが。来てないのかな。変化球あげたいっすね。早めに。これは踏みましょう。レベル5にしたい、早く。パワプロくん、野球マンのやつは強くなりたいと100程度もらえるか、それもありか。ですね。確かに最大値上げれますからね、この高校。毎回最大値上げちゃいますけど、僕は、ほぼ。うん、悪くない。ダブルカットないっす。PSR 間違って30で回収。パワープロ君って俺たちの数もたくさん作ってる。最高6マタマン。やる気、それは、青い。ごめん。いや、また変化下がった。変化マジ下がる。ああ、やべ。もう悪なきやべ。いやあ。30。変化球。技術、スカウト、精神。変化球練習時間にする。で、ここはミサデートにします。流れ来た。ネオさんのカイドを参考にして9000チャレ。お、来てるぞ。サイさんどうしたの？今度こそ1万ぐらい。いやー、ちょっと9000超えはしたいな、少なくとも。掘りなしで。ピッチャーはでも結構いくイメージあるけど。うわぁ。腹の嘘ついた。
野球マンのイでポイント加算の方がいい。まあその方がいいかもしれないですね。シミュー変化下がりは悲しい、変化下がりは厳しいですね。結構変化ばっか下がりますね僕。理由はわかりません。客観的視点は大丈夫。PSR30 でまたまたひまわり、もういらねえ。つら。それはつらい。おっしゃおっしゃ、これ、来た来た。間違いなく来た。皆さん、流れが来まして。僕、ときめきラブレターってさっき、ほら、ちゃんと覚えてる、ちゃんと覚えてる。素晴らしい。ネモさんやるやん。あ、しかも変えるのか。これ買っとく？サボり癖が治る。なんか、フラグになりそう、今買わなかったら。オッケー。これ見て。ガツーン来たよ。サイさんオーディション頑張ってください。サイさんオーディションの話になってる。何のオーディションだろう。僕ちょっと追いついてないぞ。来てる。限界なんで寝ます。頑張ってください。ありがとうございます。いや、いつの間にか会話重すぎ。会話重くなってんの？うわ、大凶。おっしゃおっしゃ。購買部更新来てる。あ、今多分やったかな、ちゃんと。ちゃんとやってる。大丈夫。オッケー。アンチンの祝い。これ何回目ですか？これ5回目ぐらいかな。結構やっている。ジュースと職人の、おぉ、はい。使っちゃうか。使っちゃうか。で、筋力、あ、いいな、ちょっと、ポイント集めよう。監督はいらんね。はい。オッケー、悪くない。てか、格高でもいいけど。いやいや、変化レベル。ちょ、早い。コメント欄早い。めっちゃ早い。え？みんな、若いね。俺より、5年ほど年下やん。オッケー。上。みんないくつ？ 16 とか、今からどうとでもなる。もう24おっさんらしい。21、22。これは1万来た。1万はないかな、今んとこ。お！でも悪くない。全然。他減って、6だけ印象。谷だ。もうコツつかんだ。オッケー、悪くない。これ来てる。だよね、25用おっさんか。もはやパワープロアプリしか金使わない。16に戻るよ。本気でそんな力そうと思いました。大学は18くらいです。24は若いと思ってるでしょ。OK、トムコン成功。若者よ、お兄さんは大学8年間行ったけど、ちゃんと幸せな人生だ。四流か。おっと、これ来てる。俺全然手応えある、さっき言った。ただ、打たれずにそんな気。キレ。リリースと、全部取っちゃう。全部いっちゃう。キレイだ。はい。キレいけないんだ。13だ。ほら、見よ、この輝きを。マジか。数年で俺も参加。4000来た。どうでしょうね。いや、本当じゃないか。キレか。ダメや。皆さん見てる？画面見てる？皆さん。そろそろ画面見た方がいいよ、皆さん。ほら、見よ。見よ、この輝きを。皆さん、お待たせしたかな？そろそろ。これ、この流れは、やっぱ、セクイチのところでいいやつが、頑張って買ったから、それの恩恵ですね、間違いなく。ネモさん、残念ながら見てないよ、ウケる。みんな見て。みんな戻ってきて。流れよくなってきてるから。流れ来てるよ。さっきより1000点を、その通り。見て、流れ来てるよ。一番いけないっしょ、これ。これ一番いけないな。5人タック来たらチャンスあるかも。
やる気あげて。ももや。いや、やっぱももや外すんだよな。外す上にこれゼロっていうのがリターン。マジでかいっすね、ももや。これで9000超えなかったら暴れます。でも僕、なんだっけな。おー、ダブルタックいいじゃん。僕、バンプ高校のチェックさん500点っていう奇跡の点を出してますからね。ビビりました。ジムチケでしょ？ケーシンでしょ？ぬいぐるみ、アロマオイル、肩？クラブはいいか。で、これ買って、もう一個買ったら待てる。ハイセンスにしようか。はい。ちょっとでも金をケチっていく。大。早い。大凶なのに、確かに大凶でした。勝負のセクさん、確かに。来たでやんす。マチプタビレーターよ。ですね、ですね、つって。髪の実なつ。じゃあ、これ頑張ろう。これは行きたい。とんでもねえ、待ってたんだ。しゃあ。変化はもう5になった。44というか、多分これもカミラにちょこちょこ行き始めた方がいいっすね。あんましデートしてない。あ、流れ終わった。俺の1万2000超えて。いや。この流れで1万2000はないな。1万2000すごいな、この方法で。死んでらんない。オッケー、補填。え、ちょっと変化球。ヒカリリベンジするか。まあまあいいでしょう。悪くないでしょう。あ、補填してる。危ない。買う。お、いいの揃ってますね。なかなか。ときめきラブレターだけ買っとけばいいか。サボりはちょっとリスクあるからな。肩は大丈夫でしょ。肘はね、パッカン受けあるんで、ちょっと取っときましょう。今流行ってるらしいんだよ。で、はい、OK。やばい、めっちゃ流れてる。パープルの鬼編の中で一番中二臭い名前、ダークメル。すごい。これで9000いかなかったらネモさんのせいなんで、みんなでここ荒らしましょう。僕のせいかな。今日は切り上げよう。OK。あ、ちょっと噛みたか、それは。からの僕はジュースいっぱい持ってますから。傭兵さん法制化。ダークメビ。プレッセントメビ。ちょ、ももやいい加減成功しようよ。OK。あ、なんだ。技術強化極意。お、OK。これいいやつじゃない？おっしゃおっしゃ、得点めっちゃ増える。これありますよ、皆さん、普通に。技術吐けねえ。逃げ玉。で。おら、400点、おら。オッケー、これ、でけえ、めっちゃでけえ。これいけるわ。いける。からの企画。お、ダブル、割と行きたい。ということで、アイテムを使います。で、はい。オッケー、来てる。高専8年か、いい人生やな。1万いかなかったら暴れますよ。やばい。1万はいける気しないんだけど。走って。これは結構負けますか？ナイス。で、シルバーバレット。博士ドラマコイン。ヨゼルイチ。一番可愛さすぎる。俺もマーチクラスの大学行きたい。技術、精神、入るの、ほんとすごい。モテモテいいやつ、金もそこそこ。負けなきゃいけそう。大学楽しい。オール50でまだまだ。ちょっと待って。かわいい。アロマ買っとく。で、かわいい指輪を売って。マーチとかやめとけ。肩マッサージはいらないか。肩はいらないっすね。シングルか。カミラデートします。
サック先生我慢だ。いやいやいや、マーチならこうにいける。総計は英語が鬼。3回目。お、また来た。ちょっと体力消費してるから嫌なんだよ。イベント走ってないかな、もしかしたら。おお、これ価値格じゃない？価値格じゃない？ちょっとコメント追いついてないけど、僕。ちょっと待って。レポートなんだ、楽勝。黒金ヤシの編成。コツなんですか？シンプルにね。技術熱い。これはでかい。でかいですね。技術関数パティーン。うちの大学に限らず。レポート内容チェックは厳しくない。あ、なんとも言えないですね。これ9000いくしかない。13割。400点。いいぞ、技術祭り。技術祭り。自分のいる高校は英語特化。これも満点。やばいやばいやばい。それはまずい。スタップ最後はまずい。過去レポを利用させるもんなら、単位点です。偏差値落として、やばい、はい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 。やりたくてやったんだけど、失敗だった、ほんと。来てるよ。一番目指せる。ナイス、ええやん。来たな。これは、サンタク。ラブレター忘れず使おう。はい、僕も、それは、頭に入ってました。使おう、使おう。で、いいよね、体力って。まだ。ゼロだし。強っ。これ、来たろう。お、ちょ、待って待って、ラグすごいねってコメント来てるんだけど、ラグすごい。お、成功した。少しか。これは万超えた。おっと、紙ばっか集まって。頼むぜ。オッケー。お、ナイス、体力回復。こういうのあるから、本当に、あれですね。体力回復系のドリンクは使わない方がいいですよ。ドヤって今言えてよかったって感じ。よかったって感じ。ほら、これで、またガツンと来るわけですよ。青いとこ。新ルール席。お金半端ないことなってんの。買ってこ、買ってこ。回してこ、回してこ、お金を。この辺の安いやつは買ってこう、買ってこう。勝負、勝負。で、技術がカンストしそうと。やっぱ精神も辛いな、毎回。そう、スローボール。で、青いと。はい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 。ラブパラブパ、ラブレター使う。あ、やる気下がった。やる気の影響大きいなぁ。からのこのアロマオイルセット見てください。多分2段階上げときゃいいかな。あれでも、2段上がってこの顔だったっけ。もう1段上げられるのかな、もしかして。あー、君たち、集まるとか違うわ。僕通ってた英語高校、英語名詞公文の応用なんか参考書見てびっくりしたし、日本史に関しては、すごい話になってる。ヤマさん、価値格宣言。やんせやつガツン強い。ラグ気にならない。オッケー。明るくなる前にまた経験でガツンいける。試合同士の文字前に寝そう。火をつけとくか。ちょっとやる気がなんか怪しいんだよ。あ、もう上がってた。マックス。戦争機大事だ。オッケーオッケー、ナイス。お、結構集まってる、猛烈系が。やばい、これ来てるよ。確実に来てます。来てます。皆さん来てます。僕のこの手の中の携帯に来てます。オッケー。シングルでもだいぶ強いね。なるほど。試合はもちろんサクッとで、ゲームの中でも金持ちのさ。いやいやいや。やばっ！ちょ待って、見たことあるこれ。見たことないんだけど、僕。やばすぎるだろ。ここまでの流れあったか？ゲームの中でも金持ちのさ。英語の時偏差値40から60まで上がったけど、その程度とも。ラグすごい、ラグすごいんだ。マジか。
俺の方向はここになると英語でディベートされるからマジでつらい。黒金協会、英語の筆記は自己公式リスニング、そう、このチャットも面白くなかった。英語は喋って損はないんだ。文法より、そう、早い、追いつきたい、早く。海外で生活できるし、こういう時に試合負ける。センターここ半分。あるぞあるぞ。6000いったか。鉄砲塚に完封されちゃうよ。試合大事に行きましょう。セクサン割り何点。ネオさんがチャットスクロールすると殴る気がする。ああ、そうなんだ。あ、そうか。僕がこれスクロールしてるからダメなのか。でも追いつかないんだよな、マジで。ネオさんのガツンの好きすぎて、この前一人で行ったらし、向かいに作れた。黒金はこれがあるから強い。来てます、来てます、皆さん。来てます。ほんまに神説してどうすんねん。来てます。勝ち格。9000は勝ったろ、もう。あとは3700稼げるかどうかっすね。これはやばいね。これは来てるね。これはちょっと9000いけますわ、的な。でももう誰も起きてないか。ツイッターで言っても。勝ち格で。放送中。これは勝ち確でしょう、さすがに。で、これは勝ち確でしょう。3700なんで3タック一発とかでいけるような気はします。あとは試合次第で。これで試合に負けたら笑う。ワンチャン SS ありますか。いや、全くないですね。全くないですね。 S7 すらないと思う。すいません、意識ぶっ飛んでました。あー、いいところに、いいところに。皆さん、ラグは大丈夫ですか。ちょっとラグが2名様から聞こえたので、ちょっとラグが不安です。ラグは大丈夫ですか。試合負けても9000円。大丈夫そうですかね。確かにラグかった。ラグ大丈夫です。大丈夫です。まだやってるんかーい。OK。結構大丈夫ですね。じゃあ大丈夫ですね。いきますよ。さあ、これは行きたいぞ、マジ。ちょっとこれは1万行きたいぞ。あ、まだ完走してなかったんだ。100点来い、ここは。この流れのためにさっき行けなかったんですね。からのまた失敗した。今のところは大丈夫。ちょ、どうする？どうする？やべ？でもこれもうやべ言っても意味ないよ。やべ言って何の意味があるのって感じだよ。これちょっと1万目指したいからな、本当に。夜食にカップ麺作ったろ。いや、いいっすね。カップ麺のお供みたいな。やべ、一択、マジで。これマジで。やべ、言ってどうすんの、これ。学習しても忘れてました。やべ、やばいんだけど。縁起物のやべ。じゃあ、皆さん、今回は、やべで始まったので、やべで終わりますか。やべで終わりますか。みんなやべ。やべ、死んじゃおっか。おい、ちょ、誰やべとか言ってたの。誰やべとか言ってたの。ちょ、責任者出てこい、責任者。やべとか言ってたの。オッケー。ダブルタック。確か、アロマあったよ。アロマある。で、ちょっと次かな。次に待っといてくれ。これちょっとラブレター使ってもいいかもしんないですね。3人待つか、さすがに。ドンマイディアンス。ドンマイディアンス。これがやべですね。ちょっと一瞬生じさせるか。ドンマイディアンス。ドンマイディアンス。はい。からの。待ってます。
ちょっと誰もいなくならない。オッケー、150やせ。先般やべだったな。シングルタック。ちょっとミスター、怪しくない？ 4 回目かな、次。ちょっと言っとくか。わかんねえな。回数わかんなくなってる。ああ、4回目ですね。責任者やべえです。責任者やべえです。受ける。それは受ける。それは確かに。やべのせいだ。ああ、デートしかないな。はい。さすがに何回もうまくはいかないですね。チョコをちょこっとだけ食べて。先輩やべ。久々にこれ同じ。何今の。1万は硬いんじゃないですか、皆さん。1万はギリ行くか行かないかって感じです。今のところ。ありがとう、ミサちゃん言うの。フレンドさんのミサ言うの、どう？オッケー。犯人はやべ。犯人はやべですね、全部。名人もらいてー。あー、体力回復、これもったいないな。お、ラブレターナイス。ぬいぐるみ、筋力。筋力ナイス。結構手入った。スタミナスパイク、ちょっと待つか。野球マン神タパスライダーのコツない。投手関係、はい、点数をください。1万は柔らかい。やべえやべえ。5タックをくれば興味なし。もう信用しない君のことは。うーわ、タックが。マジで。ラブパワー狙いですね。オッケー、よりうまそう。からのタック、ドーン。ガチャコーナー。ガチャコーナーいらないんだけど。ガチャコーナーいらないんですけど。セックさん6万2000やったから、やば。あとは試合の。この時間にやべえはやべえ、やべやべえはやべえ、やべさん怒りの FA 戦で。これ、エコノミーでいい？エコノミーの方が割といいの出るよ。かわいいんですね。あ、ちょ、やばい、マジか。これ、ちきれいな流れ。マジか。いや、行くとこないんだけど、リアルに。ときめきラブレターもこんなに持ってるんだ。スカウトあげましょう。コントロール。すら。タックいきなり来なくなりましたね。大失速しますね。シングルでいいんですけどね、マジで。ちょっとピンチャンにしますか、さっきの反省を生かして。これやばくない？さっき変化量、なんだっけ？ 666 ぐらい？これ9000いかなかったのマジで暴れるよ。いや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 。9000はいくでしょ、さすがに。だって2700。でもちょっと総編なんか全然足りない感じするな。完全に失速に。9000は余裕で超えてる。ですよね。9000はいってると思うんですよね。負けなきゃ試合で。なんか、予選とかで負けないと。1万見たいのにやべえ。ほんとですよ。ラブパワーとかでちょっと、かなりいい感じの時を過ごしたのに。女の子に平気で当てに行くパーマです。ほら、リスナーがサクセスに集中しだしたら失速やばい。
さっき675だったけど、そうっすよね。ちょっと危険信号かな。また雑談、まあ、はい、考えました。また雑談したとか。目指せ、名人。そうっすね、ちょっと名人行きたいっすね。これ多分、強化以外の回で行けるって、二度とないと思うので。ああ、危ねえ。1万もいってそうな感じです。1万は変化タック次第かな。でも3700点なんでチャンスはあると思います。フラグを立てていく。名人取ってくれ。画面切れてる。画面切れてる。試合がラグい。マジか。このサクセスはこのまま行きたいけど、ラグいのかな。ちょっと困ったな。プール腹減った。キレめっちゃいいな。ホッケやー、打たれた。 OK、 ナイスゲッツ。何、ちょっと遅らせればいいの。結構遅らせた。はい、オッケー。あ、待てた。入んないか、絶対。入った。しゃ、勝てました。下が切れてる。下ちょっと切れてますね。ようやく。おっし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 。いいよ。おし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 。ダブルタック2連。タイムスキル取るか。左。最強打者。で。悪くない。そうっすね、悪くない。9000はいったでしょう。負けなきゃ。え、いってるよね。ちょっと不安になってきた。お待たせ。甲子園、若くても太いと思う。持ち直した。イノシシ盛り返す。黒金、ここはなんとかしのきたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で小豪月。一応ラブパワー、特命機ラブレターが2個余ってるので、結構いけると思うんですね、タックが重なれば一番。ほんと、なんとか。4人引けたら多分もう一撃だと思うんですよ。そんな奇跡界作りたいんだ。第2球、打った。宝塚、ボールを取る。セカンド、僕今まで生放送外してないんですよ。なぜかって。成功するまでやってるから。黒金、追加点のチャンスです。ノーアウトランナー一塁二塁という場面。打ったから強烈、いった、入った入った。すげえ、桃太郎鬼対戦2は激闘。追う展開で迎える7回です。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で精神足んないですね。今日は三振とフォアボール。さあ次の投球、第3球をアウトロー、空振り三振。最後はキレのある変化球。桃太郎は地元で認可。総合さ、集中してくださいね。先頭バッターは蛇島。大丈夫大丈夫、いける。5対0だ。集中しなくて。タイミング合いません。第2球。ここの激闘と
甲子園準決の激闘はやっぱコンピューターレベルだな。全然楽々投げてます。見事なピッチングです。第9投げた。ここもそんなことより早く1万点切るのかどうかだけを集中していきたい。第3球空振り三振バッターアウト。石田は見事なピッチングです。カミラもエピも入るし負けなきゃね。ですね。少し迷ったか。第2球まあ1万がちょっとどうかなってくらいの。魂を込めて投げ込みます。マウンド上は石澤見逃し三振。もうさ球三振詰まっと決まりました。振り返ればやべがいい。おーい、マジか。ジュースもあるからめっちゃ練習したいんだけど。決しないほど来ない。ポイントが大きそうなやっぱ変か。26、28。一緒か。友沢が結構やっぱすごい。じゃあ、ラブレター使います。で、これでどっかポイント上がるでしょ、ちょっと。これで36。うん、やる気効果でちょっと上がったね、このザンビ。はい。よし、光った。光った。シングルだけど光った。どうするこれ、サクる？なんか、サクった方がいいかな。9000はいってそうだけど1万怪しいもん。サクる？どう思う？見どころも作りたいし、サクる？サクる？サクったらみんなサクりたいって。サクる？リンちゃん優しい人もスーパーマカセロリゾート。ピンちゃんでもいける？ピンちゃんでも1万いける？これ攻めの野村さん最後もちゃんとやりましょう。あ、結構半々ぐらいだな。サクるなら2回戦。サクサク攻めサクサク。サクりましょう。めっちゃいる。攻めましょう。一番は微妙。確かに一番微妙かもね。サクるか。見どころ作りましょう、ちょっと。スライダー。さあ、行きましょう。お待たせ。さあ、これから。コンピューターに思ってやばいな。黒金同点のピンチを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で待つ。黒金ここは外野フライも避けたい場面です。2球目空振り。第3球を直球に送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。カーブ空振り三振。バッターは5番ケンビス。今日はサードゴロとショートフライ。投げたストレートはボール。第2球決まったストライク。第3球をストライク。膝元厳しいところ。第4球を空振り三振。見たか。ピンチを連続三振でしのぎます。バッターは6番鉄塚。第1球もうしらすだったらね、ある程度計算立ちますけど、第2球やっぱ大変ですからね。ストライク。キレのある変化球。勝てない。第3球をストレートに打ってストライク。バッター追い込まれました。投げました。で3者連続おっしゃー、勝ったー。見たか。見たか。プレッシャーを跳ねのけたぞ。誰も見てね。みんなカップ麺の話で。うわ、ここで光らないとか、マジか。ここで光らんの、マジか。
カウトだな。薬号、薬号でいいでしょ。柵でもう9000は突破してるでしょ多分。1万狙おう。ちょっと下見上げたいな。高校球児を1週間の闇にしてる。そう、やばい。ピンチを迎えました。入ってないです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で北斗。ほら、ラッキー。第2球、これは見送ってボール。カウントはワンボールワンストライクです。これやばい。第3球を打ちました。ショートの右。うわー、ゲッツー。頼む。アウト。アウト。ゲッツー。あぶねー。チェンジ。あぶねー。おっしゃ。黒金同点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で待つ。今日はショートフライとセカンドゴロ。第2球。ストライク、膝元厳しい球でした。これで追い込みました。絶妙なところ。投げました。空振り三振。攻めていく。石田は3球。バッターは代打須田。第9。打った。初球打ち。ヒットを浮かせ。うわ、マジか。やば。黒金追いつかれました。1対1。さあ、ツーアウト。いやー、今の打たれるか。4球使わんとダメだ。よかった、点入ったところ。決まった、ストライク。第3球を直球ストライク、アウトローへ。やっぱサクッと怖えな。次が4球目、インコース低めいっぱい、見逃し三振。頼む、先頭手。おっしゃー、味方が有能だった。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で石崎打たれてる。いやー、今のこの外からのカーブ、まさか打たれるとはって感じでした。タイミング合いません。第3球を打ちました。アルボー、アウトアウト。これから4球三振。シャートワンアウト。スイングアウトを取りました。第1球、内角低めいっぱいストライク。第2球、ストライク。1球1球に魂を込めて投げます。いや、サクッと。やっぱこういう緊張感と楽しさ。おお、超危ない危ない。雑雑雑、投球が投球が雑。危ねえ、勝った。投球が雑だわ。おっしゃー、これでいい感じですね。頼む、入れ。うわうわ、シングルタック確定してる。で、ちょっと待って、かぐやさんの方が点くれるんじゃない。89だよね。95とか69だね。うん、かぐや坂コツ全部いけてればかぐやの方がくれる。打たれきれい。いけてるね。はい、いけてるいけてる。オッケー。じゃあ、ちょっと使って。いいでしょう。すごいな、技術これ。半端ないっすね。ネオさん最後まで気合い入れて。はい。頑張ります。さあ、行こう。もう40もらってんの。で、まあ、カンストはないでしょう。というのと、ちょっと、特能を取って強くなってきたいかな。順応とかが良さそうな特能かな。行こう。みんな行こう。やれることはやったね。ちょっとセクヨンのやっぱタックがもうほぼ来なかったので、それだけ心残りですけど。黒金同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で山根。この後に控えているのは笠原。投げました。カーバーストライク。第3球、膝元空振り三振。優勝し最後飾りたい。ランナー2人を置いて迎えるバッターは笠原。今日の第1球を打ちました。三遊間の当たり、アウト。スリーアウトチェンジ。石澤。黒金同点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で、ちょっとこれは勝ちたい。1万見えてる。ネクストバッターサークルには大西。第2球、2球目空振り。投げました。3球目空振り。タイミング合いません。投げた、ストライク。空振り三振。低
めの変化球でスイングアウトを取りました。頑張ろう。第9球打った打球は三遊間へ一塁セーフ。うわちょっとショート足引っ張んないな。友澤はショート。うわ友澤じゃない宝塚だ。うわ今日はサードゴロとピッチャーへの併殺だ。頼むわ。第9球1球でストレート空振り。少し迷ったか。さあ次の投球、投球はこれから3球目。第4球は三振、ねじ伏せていく石澤。黒金同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で笠原。ネクストバッターサークルに控えているのは大西。まだ振ってくれるの。カウントワンボールワンストライク。球数第3球をストレートはボール。カウントはツーボールワンストライク。第4球をストライク。さあ時は5球目。空振り三振バッターアウト。バッターはピッチャー大西。しっかりいってますよ。バッターが続きます。第1球初球外れてもショート宝塚敗退行為だ。受ける。第2球ストライク。その西勘弁ですよ。第3球を許し初球ストライクインローへ。おっしゃ。第4球を直球高めボール。カウント2ボール2ストライクです。次は5球目打ちました。痛烈入れば黒金ここで追いつかれました。大西タイムリーツーベースヒット。マジか大西。第9ボール。大西やるなやっぱ。投げた。敬遠すべきだったアウトローへ。第3球をインロー際あのギリギリのコース行くか。カウントは2ボール1ストライク。インコース低いパンストライク。ダメだフォークにしようとした。投球これから5球目アウトコース低め空振り三振。最後は切れるちょっと20オール欲しい。うわ自己責任。自己責任だ。申し訳ない。自己責任でした。でもまあ頑張ったと思います。20オール80点。これが響かないといいですけど、響いたらちょっとやばいっすね。ちょっと引きますね、響いたら。響いたら引きますね。いやいや、ガチサクセスじゃなくてよかったよ、まだ。っていう結論でいいでしょう。でも言ってないかな、アタック全然しないからな、マジで。うっ。ちょ待って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 、ちょ待って待って、これさ80点なくなってさ9965じゃないですか。で多分勝ったらあそこの試合経験点ってちょっとプラスされるんですよね、負けた時より。それが何点かわかんないんですけど、これ勝ってたらワンチャンいってたかもしれないですね。これ勝ってたらワンチャンいってるかもしれない。なんだよ、名人行きたかったな、これだったら。そうっすね、タック来なかったのと今負けたのがね、ちょっと痛かったっすね。最後勝ってれば言ってたかもしれないですね。うわぁ、これは、このやらかしきついなぁ。このやらかしきついな。もう二度とできないぞ、こんな6000点以上って。セックさんね。まあ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 。それも楽しかったじゃないですか。だってここまでの流れを作れたのも、あそこからサクったからじゃないですか。だから、いいんじゃないですか。正月も辛かったしな。まあ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 。はいはい、やべのせい。やべのせい。いやいや、だいぶ楽しかったですね。よかったよかった。終われた。とりあえず終われた。まあいいでしょう、こんなもんでしょう。はい、終われました。テイク6ぐらいやったんじゃないですか。ちょっと覚えてないっすね。
で、なんとか、9800点を叩き出せました。勝ってたらワンチャンいってたかなっていう感じです。ま、いいでしょう、十分でしょう。はい、ということで、なんとか、なんとか終わりました。いやー、もういいでしょう、これは。このサクセスはもういいでしょう、普通に。いやー、ちょっとお腹すいたんでなんか食べたいんですけど、皆さんどんな感じですか？まだ起きてる感じかな。331名の方か。いやー、頑張ったね。いやいや、新キャラ引くまでに引かないですよ、僕は。いや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 。昼まで寝る。まだまだ大丈夫です。ちょっと休憩入れません？休憩入れません？とりあえずなんか食べません？とりあえずなんか食べてからちょうど。うん。いや、見応えは十分でしたね。これは頑張ったでしょう。これはかなり頑張ったでしょう。いや、僕、ガチャ券すごい感じで溜まっているので、動画でそのうち、SR ガチャ券は22枚溜まっているので、で、倉庫にも多分めっちゃあるので、そのうちまた爆発させます。リアル不眠症だから。やば。で、動画のラグもちょっと出たっていう話なんで、ここで一回切って、で、また、今度デッキ相談しようかな。いやなんで、とりあえず、あ、和田さんお疲れ様でした。とりあえず、なんか食っていいっすかっていう感じで、それからまた、またやりましょう。なんで、だいたい30分くらい休憩ということで。皆さん休憩します。なので、まあ、15分から30分くらいで、戻ってくる予定なので、その時にまだいらっしゃる方は絡みましょうというところです。じゃあ一旦抜けます。お疲れ様でした。